ターニングパッド上の航空機の動きターニングパッドとは滑走路上で航空機が方向転換を行うために滑走路の幅が広がっている部分である主に平行誘導路がなく末端部から直接出入りできない滑走路の末端部に設けられるが滑走路の途中に設けられることもある離陸時であれば航空機は滑走路上をタクシングして滑走路を末端部の ターニングパッドを利用して離陸する方向に U ターンを行い、離陸体制に入る。着陸した航空機は滑走路端部まで走行、減速し、ターニングパッドで U ターンした後、滑走路上を引き返す形で取り付け誘導路へ向かう。このようにターニングパッドを設置することで、平行誘導路がなくとも滑走路の全長を、 最大限に利用して航空機を離着陸させることが可能になる。ただし、離着陸する航空機が滑走路上をタクシングする必要があり、先発の航空機の離陸後すぐに次の航空機が離陸体制に入ることができなかったり、着陸した航空機が速やかに滑走路から退出することができなかったりするなど、同じ全長の滑走路でも平行誘導路を有する滑走路よりは、 運用効率が落ちる。このため、交通量が少なく並行誘導路を持たず、滑走路中央部分の取り付け誘導路で中期上に直結されている小規模な空港でターニングパッドが活用されることが多い。ありがとうございます。